はい、皆さんこんにちは、なーです。今回はね、今日午後からねバトスターやってきて、またねポイントの方ちょっとだけね、上げてきたんですけど、ちょっとね、なんか勝ちづらくなってきてて、いよいよデッキ変えないとやばいなとかね、思い始めている、そんな時期になります。はい、やっぱねのめり込むとマジで楽しい。バトスター特にのめり込むとね本当に楽しくて、はい、なんか別にね、今回ロベスタじゃないから、ロベルスタンプじゃないから狙う必要はないんだけど、ね、なんかやっちゃってます。はい、ちなみに現在ね27位になってました。はい、で、これね、なんか今回もね夏祭りイベントみたいなやつ、前回のね、浴衣ロベルとかさ、プティみたいなイベントがね、こう、来るっぽいんですけど、今回のミッションでね、もらえる報酬がなかなかでかいです。はい、ミッションの難易度は、ボスまでしかないっぽいんですよ。で、チャージインパクトの勝利結果。はいはい、なるほどね。勝利結果に応じて、なんかこう、ブースト、あちあちブースト倍率とかやつがね、上がるっぽいんですけど。なんか、いよいよ別ゲーになってきてるんだよな。で、今回もなんかね宝箱がこうやって出るっぽいんですけど、また例のごとく虹はなかなか出ないんでしょうね。でもね今回すごいっすよ。真夏のドライブデータアプリ、2ラウンド目ラウンド開始時、このラウンドのみ敵チーム全員の固定戦闘力上昇効果とダメージ倍率効果と記録消費による戦闘力倍率効果を無効にするという効果ですね。パッと見はバトスポロードアプリの上位互換って感じするんだけど、だってさ固定戦闘力と戦闘力倍率と、エナニー破壊じゃん、ロード制覇がね。でそれに加えてダメージ倍率と、ダメージ倍率効果と記録処分、エナジー2破壊のところがこの倍増効果無効に変わっただけか。どっちがいいかってなると難しいな。正直バトスポロードはねエナ2破壊ついてるっていう時点でね、ユニットもねちょっと妨害できたりとかもするんですけど、こっちだと火力でセーブできるから、ロードないんだったら絶対入れた方がいいと思う。で、ある人はどっちも入れてていいんじゃねって思った。はい、バトスポロードを削ってこれ入れる、難しいな、難しいけど、倍率もね無効化できるっていうところで、もちろんね極炎悟空との相性は悪いですよね。これ極炎消しちゃうんで、そういうデッキには合わないけどね、極炎使わないんだったらこっちの方がいい気がする。はい、難しいところです、これは。各々ねちょっとステータスとかでね相談した方がいいかもですね。で、戦闘力上限アプリ7000制限がねまさかのここに来て復刻という、はい、文字は違うんですけど、この戦闘力上限アプリっていうのは何かっていうと、天然の7000制限ですね。要はその7000制限って効果は全部一緒だけど名前が違うの3個あって、ゴッドアプリ3っていうね、昔ゴッドリーグっていうね、天下一武道会モードっていうゴッドミッションの時に、その天下一武道会モードで優勝すると誰でももらえますぜっていうアプリがあったんだけど、それが初の7000制限で、これがゴッドアプリ3で、その次に出たのがこの戦闘力制限アプリ、戦闘力上限アプリ、同じく7000制限、ゴッドアプリ3がねいつでも落ちるようになったよっていうやつで、その次に出たのが最強の称号アプリっていう、バトスポの100位以内イベント、100位以内に入る、確か100だよね、入るともらえますよっていう3ステン HP800 パワー550ガード550がついた、アプリで、これが最近復刻というか、再録されて、自分もねそれもちろん取りましたけど、めったに取れるもんじゃないです、7000制限は正直言って。めったに取れないんで、これを機会にぜひね、お持ちでない方はね、もう 100% 取った方がいいです。正直ね、戦闘力7000制限のことに関しては、もうね、話すときりないんだけど、とにかくあるとないとでは勝率がもう天と地、って言っていいほど変わります。それぐらいもう必須アプリなので、もう絶対に取った方がいいと思う。てか、ないとなんかドラヒできない。なんかもうこれがないと話にならないっていうか、ね、全アプリの中でこれが一番強いと思うし、ウルトラゴッドなんて比じゃないレベルでこれって自分は強いと思ってます。それぐらいねデッキ相性を覆せたりだとかね、使えないデッキがないというか、刺さらない場面がないみたいな、そんな感じのアプリなんで、これはぜひねない方取りましょう。
で、戦闘力ダウンアプリ、あ、これも強いね。2ラウンド目戦闘力 65% ダウン、あ、今回全部当たりじゃん。記録ダウンアプリもあるし、これは素晴らしい。この 65% も最近めっちゃ強いなと思ってて、なんか人によってはこれね、使えねえよとかさ言う人いるんだけど、あ、自分的にはこれまだまだ強いと思ってて、なるほどね。あ、これが出るんだ。正直これはね、ベジットブルーとかで一緒に使ってみてほしい。半減度 65% で全然戦闘力出ないから7000すら出さないって、まあ7000制限に持っていきたくない人はね、この 65% アプリとね、なんかを記録ダウンとかをね組み合わせて、ぜひね先行を取りに行きましょうという。で、記録ダウンアプリに関しても 45% ラウンド開始時にね記録下げるんで、まあ宇宙人パワーとか今いないから、まあ、結構ね刺さる場面は多いと。これもなんかあれだね、ベジットブルーと組ませれば、あ、まあ戦闘力はね半分にするよとかさ、魔人プティンみたいなね戦闘力を妨害する系のカードと組み合わせるといいんじゃないかなと思います。はい、アイオスでもいいね、固定戦闘力をね封印して、で今回も連続購入ボーナスがあります。7連続購入で、超激レアっていうのがさっきの虹の宝箱から出るアプリの確率が最大 15% アップで、なるほど、確率が 1% ずつではなく、まあ奇数単位で上がっていくという。で、あ、奇数でもないなまあ最大 15% でかいでかいね。ラブメーター5メモリ到達で限定チャットアプリ、ムムムムかわいいにゃん。はい、そんな感じのイベントになってます。はい、以上ですかね。まあ、なので今回の見どころとしては、こちらね、はい、真夏のドライブデータアプリ、戦闘力条件アプリ、戦闘力ダウンアプリ、記録ダウンアプリ、まあ、全部強いですよっていう、お話なので、これはね結構盛り上がると思う。はい、これはちょっと8月3日からだっけね、スタートするっていうことなんだけど、なんかバトスタのボーダー落ちそうだね今思った。8月3日から9月3日じゃん、1ヶ月もあんのかいやー、しかもアプリ厳選って結構止まんないしね。あ、なんかいよいよボーダー今回低いんじゃねって今思った。はい、まあまあまあ、ちょっと取れたら取ろうかな、ランキングを。はい、そんな感じです。待って、なんかいろいろ始まってんな、これ何？ん？こんなのあったっけ？あれ？ウルトラボットミッション夏休みスタンプラリー？7月27日から8月27日、ゲームプレイで1日1回スタンプと報酬が手に入るぞ。おー、いいね、いいね、いいね。経験値とかアプリとかもないじゃん。悪く思わないでくれ。そういう命令だ。ハッピーサマーアプリ。1ラウンド目、このラウンド、自分チーム全員のチャージインパクトスピードを遅くし、ミラクルパクトが出やすくなる。まあ別になくてもいいかなって感じはするけど、まあまあ1ラウンドのね枠が余ってるんだったら、まあこれも取って、まあこれはね、スタンプ系なんで簡単に取れると思います。で、ウルトラゴッドミッション夏休みスクラッチ、はい、いろいろ来てますね、お知らせ。全然見てなかったけど、あ、これか、これもなんかアプリもらえるっぽいんだよね。そうそうそう、ここでもねアプリもらえるらしいんですけど、7月の27日から8月の27日まで、27かなるほど。まあ夏休みって何日から始まるのか分かんないけど、でもなんか今日からっていう意見も結構多いんだよね。1日1回ウルトラゴッドミッション夏休みスクラッチが発生、さっきのと似てるな。ああ、これか、一等でアプリ選んでゲット、あ、選べるんだね。で、スロット拡張とかもあるし、いいね。あ、いいね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 。健康一滴アプリ、マジで読めん、何この感じ初めて見たわ。3ラウンド目作戦決定時、このラウンドにパワーが一番高いアタッカーの与えるダメージが5倍になるということで、まあいらないかな、パッと見はいらない。で、潜在一遇アプリ、3ラウンド目作戦決定時、敵チーム全員の軽減効果を無効にしチャージインパクトスピードを超速くする、もういらないかな。潜在一遇に関しては、まあ極限進化の介護官っていうイメージですね、パッと見。まあ極限ないなら入れてもいいけど、あるなら別にいらないと思う。はい、あー、これでかいね。はい、老化夫婦家なぜに、あー、これだけか、 OK です。もういいね、なんかやっぱ夏休みっぽくさ、
ちょっとやること満載じゃん。で、さらにあるじゃん。何これ、こんな出したっけ。はい、さらにあります。ウルトラゴッドミッション9弾、これは何かな。ちょ、申し訳ないですね、あの画面録画してるとね、そう遅くなっちゃってさ。はい、アプリルーレットゲットチャンスか。 OK です、 OK です。はい、これも4月の27からと。なんかいろいろ大変だな。まあここら辺は別になんかね、やるってよりかはプレイしてれば適当にゲットできる系のやつだからいいね。はい、ってことは、スクラッチ、スタンプ、プレイボーナス3つもあんじゃん。速攻の構えアプリ、1ラウンド目ラウンド開始で敵チーム全の記録を 25% ダウンし、チャージインパクトスピード超速くすると。まあいらないね。45% ぐらいでもよかったんじゃないかな。なるほど。これだけ？まさか。あ、いや、まだあるぞ。はいはいはい、ルーレットでアプリマスに止まると、これ、イケイケ追撃アプリ。自分チーム攻撃終了時、敵チームに4500ダメージを与え、攻撃した機能を受けるダメージを永続で2倍にする。おー、3ラウンド目かー。3ラウンドはちょっと遅いなー。微妙だけど、まあ、ミサイルがないならこれを入れていいと思います。はい、3ラウンドミサイルね。まあ、いつか使うかもしれないし。で、運命操作アプリ。あ、これ復刻かな。敵チーム全員のチャージインパクトスピードを超速し、復活チャンスを封印する。はい、こちらのアプリも一見強いんですけど、正直自分はもう1年ぐらいは使ってないです。はい、入れてはいるけど。え、ウルトラゴッドミッションアプリじゃん。あ、2ラウンド目の作戦決定時、アタッカー ×2000HP アップ。あ、そうだね。ウルゴッド来たじゃん、復刻。はい、これは一番大当たりだね。はい、皆さんこれ取りましょう。ウルトラゴッドアプリ、これね、今の環境の必須アプリです。さっきあれ言ったじゃん、7000制限必須って。で、あれの次ぐらいにね、あれに次いでこういう必須アプリです。はい、ウルゴッド取りましょう。まあ取りましょうって言っても、これはね、こうルーレットでこうぐるぐるぐるって回って、そのアプリのところに止まって3分の1の確率でゲットできるんで、かなり入手難易度は高いんですが、それのアシストがこれで、ね、25枚連呼するとカードをね2500円買うと、確実にそのアプリマスに1回ね止まります。で、その中からね、ランダムで1種類なんで、まあ期待値で言うと7500円に1回これが出るみたいな感じ。はい、かなりきついね。まあ普通にね、ワンプレイずつやっててもね、出たから全然ね、そこは大丈夫です。はい、普通にねやってればそのうち出るから。うわー、ちょっと今回イベント多いな。めちゃくちゃ多いじゃん。で、これに続いてオンラインロビーイベントもやってます。はい、これはバトスタのイベントバトルの方ですね、ポイントじゃないやつ。はい、これがね8月の20日まで、やってます。これがね、アプリもらえるんですけど、まあ、ちょっと強いのかなっていう気はしてて、ただ使い道は正直あんまりわからない。そもそも使ってくる人が1回も今のところいないんですよ、バトスタで。3ラウンドアプリの人がいないっていうか。そう、ちょっとバトスタもね、最近はなんか3ラウンドにアプリを設定してくる人がいなくて、大体の人が2ですね、今は。はい、3ラウンド目作戦決定値、敵チームの HP の残り数値分、自分チームの HP を回復するなので、まあ敵の体力が3万とか残ってれば3万回復。要は自分チームがね、ダメージを与えなければ3ラウンド目にね、敵の HP をごっそり奪えるという、話なんですけど、そこまで耐久して3ラウンドで攻めるかという話。そう、攻められないからね、1、2ラウンドは、まあ、微妙な部分もあるんだけど、まあね、モナカとか相性良さそうな、なんだろうな、バーダック、モナカ、まあここら辺は全然いいかなって感じはするね。はい、まあ、もしかしたらこれを使った強強編成もねあるかもしれないんで、まあまあまあ暇だったら取ってもいいんじゃないっていう感じの内容です。はい、以上。あとはカヨシのね、歪んだ神のコスチュームっていうのもらえるんですけど、まあそれね、欲しい方はぜひこのイベントで、取りましょう。ザマス合体のね衣装ねもらえます。ということで、今回ねイベント内容盛りだくさんでしたが、はい、様々な情報について触れさせていただきました。要点をまとめると、まあ戦闘力制限だったりとかね、まあなかなかね、その戦闘力関連の強いアプリがいっぱい出ますと。ここら辺に関してはもう絶対にねあった方がいいし、まあまず優先してやるべき内容だと思います。続いてウルトラゴッドミッションアプリに関しては、まあルーレットなんでね、ちょっと狙うのはかなり難易度が高いんですが、まあね、連行して狙う、もしくはまあワンプレイでね、
狙っていくね、おのおのそこはね、ご自由にやってもらっていいと思うんですけど、まあ、手っ取り早く取りたいんだったら、もうね、がっつり連呼してね、取るっていう、まあ、2500円でね、売るごと取れるかもしんないし、まあ、1万円ぐらいかかるかもしんないし、それはわかんない。でも、その価値はあると思う。その価値はバリバリであると思います。ということで、今回の動画もよろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルもね、スーパードラゴンボールヒーローズの最新動画投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。